はじめまして。まずありがとうございます。これを拾ってくださって。そして、謝ります。なんといっても、ゴミの不法投棄ですものね。さらに開いて読んでもらえたら、とても嬉しいな。この手紙を書き終えたら、飛行機の形に折って、どこか高いところから飛ばしてみるつもりです。だけど内容ありません。何しろ頭ん中、紙飛行機並みに空っぽなんで。ほんと何にもないんです。才能もないし、運もない。いえいえ、謙遜なんてとんでもない。若いのに人生の目標もないんですよ。身を投げる勇気もないし、そんなことする意味も浮かばない。それで紙飛行機でも飛ばしてみようかな、と。私の身代わりに。なんてね、適当な夢見てます。それはともかくです。近くの高いところを見上げたら、まだ私がいるかも。では、発信。もし見つけたら、よろしくね。